大発明。同じ研究所に真面目で冗談も言わない後輩がいる。俺とその後輩の二人ですごいロボットを発明した。人間とそっくりの見た目で会話もできるという優れものだ。人間の行動や習慣を覚えさせるため、後輩が1ヶ月間ロボットを家に置いて暮らすことになった。後輩は嬉しそうに毎日ロボットについて報告してくれた。昨日はロボットに料理を教えました。目玉焼きが作れるようになりましたよ。ロボットが僕の動きや表情、仕草を真似するようになりました。テレビを見せたら漫才がとても気に入ったようです。後輩と長く触れ合い、多くのことを吸収したためか、ロボットはどんどん人間的になっているようだった。そんなある日、後輩から電話がかかってきた。体調が優れないので、2、3日休む、という連絡だった。そして3日後、出社してきた後輩に、僕は声をかけた。体の具合は大丈夫か？働きすぎじゃないのか？そうそう、ずっと働いていて金属疲労に。ちゃうちゃう、それを言うなら金属疲労や。真面目で冗談も言わない後輩が関西弁でノリツッコミを披露しています。しかも最後には自分で金属疲労とまで言ってしまっています。出社してきた後輩の正体はロボットと見て間違いないでしょう。問題なのはその理由です。後輩が仕事をサボるためにロボットに自分の代わりをさせているのか、それともロボットが人間になりすますために後輩を